献血実施中です。献血にご協力お願いします。ちっ、うるせえな。どけ、邪魔だ。あ、お兄さん、ぜひ献血をお願いします。俺の高潔な血液を薄汚ね庶民どもに分け与える。はっ、ありえねえ。1ミリリットル1万円で販売してやるよ。俺はアントン。僕の名前は一条善。事情があって高卒の僕は様々な企業に潜入調査している。今回はある人物からの依頼であの若者を尾行しているのだが、大倉霊一、聞いていた通りひどい男だ。おい、今日てめえも合コン連れてってやるよ。僕はいいよ。数合わせだよ。鼻からお前に拒否権はねえって。霊一の言うことは絶対なんだよ。その事件は数ヶ月前、深夜0時を回った頃に起きた。今日はクラブでオールしちゃおっかね。やだ、もう。ちょ、レイチ、危ない。あ、レイチの運転する車は青信号の横断歩道を歩いていた30代男性と衝突。男性は頭を強く打ち重傷、すぐに病院に運ばれるもそのまま息を引き取ったそうだ。レイチからは基準値を大幅に超えるアルコールが検知されたという。しかし、父さん、ちょっと問題が。本件は当財閥の威信に関わるかと。グループ企業の株価に大きく影響するぞ。これは公にすることはできまい。消せ、全て揉み消せ。この時白羽の矢が立ったのは事故当時たまたま同乗していた大学生水島貴文だった。逮捕ってどういうことですか？財閥の当主である大倉霊三は検察と警察を買収し、息子の霊一を無実にするために水島が運転中に起こした事故だと情報を改ざんしたのだ。違う、僕はやってない。僕は霊一くんの車に無理やり乗せられただけで。事実ではない、そう彼は主張し続けたが、有罪判決が覆ることはなかった。悪鬼のごとき巨大な力を持った大倉グループはその莫大な財力を振りかざし、一人の学生の人生を奪ったのだ。ただこの隠蔽は不自然な点が多すぎた。状況証拠から見て事故の真相は一目瞭然だ。冤罪だと確信した遺族は財閥を相手取り訴訟を起こした。どうか本当のことを言っていただきたいのです。主人はもう戻ってこない。だけどせめて誠心誠意謝罪をしていただきたい。記者会見が開かれた当時はそれなりに話題になっていたが、大倉グループがマスコミに強い圧力をかけてこの件は全く報道されなくなってしまった。どけどけ、ゴミクスどもが。レイチ、今日はどこ行く？レイチたちは悪びれる様子もなくいつも通りの生活を送っている。事故から数ヶ月が経ち、世間は次第にこの事件のことを忘れていった。私は谷脇久野。3ヶ月前突然愛する夫を失った。大学生が帰宅途中の夫を車で引いたのだ。しかし主犯格は事実を否認。あろうことか他人に容疑をなすりつけて罪を握りつぶしたのだ。ねえママ、パパはどこにいたの？パパはね、もう帰ってこないのよ。私は何よりも事実を隠したことが許せなかった。だけど本当の犯人に法的な制裁が下ることはない。警察ですら手を下すことができないのだ。そんな折ある噂を聞いた。どうしようもない悪人を実験対象とする科学者がいるという。事故から数ヶ月、未だに傷が癒えていない私はその科学者のもとを訪ねた。私悔しくて。そうですか、お話は分かりました。すごく嬉しいです。え、そんなに私の実験にぴったりの被験者がいるなんて。今すぐ準備しましょう。一条、はい、被験者をお連れしてください。それでさ、マジウケんだけど。君、あ、今電話中なんだけど。何？ちょっと一緒に来てもらえますか？あ、だよこの手は。一般市民が話しかけていい相手じゃねえぞ俺は。
こいつ何者だよ。おい、なんだ、やめろって、なんなんだよ。クロ、おい、ここどこだよ。くそ、椅子に縛られてやがる。レイチ、あれ、父さん。ここは私の実験室です。おい貴様、俺が誰だか分かってるのか。そうだぞ。あなたたちにぴったりの実験があって連れてきたの。はぁ、なんだこれは。皆さん、大変お待たせいたしました。今回の実験はこの掃除機で吸引すると体中の血液は一体どれくらいの時間でなくなるのかです。この実験には大勢の富裕層が立ち会い人として見学している。金と暇を持て余した富豪たちが一夜限りの興奮を求めて集まっているのだ。早くやれ。そして超高額な見学料は全て被害者及び遺族に送金される仕組みだ。この実験に関してシオラさんは一銭も受け取らない。シオラさんは純粋に実験を楽しんでいるようだった。これで準備 OK。 それでは実験を開始します。ちょっとチクッとしますよ。うわっ、父さん。続けて息子さんも行きますよ。最初は弱です。スイッチオン。待て、やめろって。1時間後。わあ、すごい。もう 600ml も溜まっているわ。お前、こんなことをしてどうなるか分かってるんだ。この下道が落とし前は必ずつけるぞ。貧血状態の親子は皮膚が青白くなり、冷や汗が吹き出て呼吸不全が起きているようだ。知っていますか？体の中に流れている血液は体重の約13分の1程度。つまりあなたぐらいの一般的な男性の体重ならおよそ5リットルあることになります。血液の 20% が急速に失われると出血性ショックという状態になってしまうんですよ。血液の 30% を失うと生命に危険を及ぼす。全血液量の2分の1の出血量だとどうなってしまうんでしょうか。ふざけたことを流せ、このクソ女が。2時間後。もうやめてくれ。先ほどよりも呼吸回数が増え、血圧が低下し、動悸と息切れがひどくなっている。体重の軽い息子の方からショック症状が現れたようだ。あら、掃除機が止まっちゃいましたね。故障かしら。助かった。そうだ、チャンスをあげましょう。あなたたちが行った非道を白状すれば実験はここで終わりにします。どうですか。知らん。非道なのはお前らだろ。俺たちは何もしたらん。そんな事実はない。はあ、血も涙もないとはよく言ったものですね。それじゃあこれはあなたたちには必要ないものですよね。実験再開。待て、言うから、あの事件の犯人はこいつだ。父さん。この吸引ペースだとかなりいいデータが取れそうね。おい、言ったぞ、聞いてるのか。早く止めてくれ。無理、やめてくれ。そして、あれ、もう終わりですか。悪の報いは針の先。二人はすっかり干からびてしまい、実験はお開きとなった。その後、採取された血液は全て献血センターに提供された。献血協力者の減少が続いている昨今、あの親子も人の役に立つことができたわけですね。そして、あの事件の犯人はこいつだ。父さん。録音された自白証言によって、無実の罪で逮捕されていた学生は無罪放免となり釈放された。しかし、亡くなられたご主人は戻っては来ない。それでも奥さんは少し気持ちが晴れたと言ってくれた。この世にはシオラさんのような人が必要なのかもしれないですね。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。